アグスタ・ウエストランド・オータム・ウィンター139、アイルランド空軍の運用機、アグスタ・ウエストランド・オータム・ウィンター139は、アグスタ・ウエストランド社が生産する15隻の中型双発ヘリコプターである。救命救急や要人輸送、捜索救難、海上油田への送迎を想定している。当初は、アグスタとベルヘリコプターテキストロンが共同で開発を進めていたため AB139 と呼ばれており、ベルが計画から撤退した後オータムウィンター139に改名された。オータムウィンター139は2機のプラット&ホイットニーカナダ PT6C ターボシャフトエンジンを搭載している。片発停止時の緊急出力が大きいため、オータムウィンター139は、片発のみでも、全尾重量を支えられる、世界初の双発ヘリコプターとなった。これによって、最大離陸重量でも、屋上ヘリポートからカテゴリー A での離陸が可能である。キャビン容積はこのクラスでは、最大の 7.6 平方メートルを確保している。最初のオータムウィンター139は、2001年2月3日にイタリアのベルジャーテで初飛行した。最初の量産型は2002年6月24日に生産され、2003年には受領された。2006年7月時点で会社は190機受注して30機が納入された。2007年には2番目の生産ラインがフィラデルフィアに開業した。軍用機としては、要人輸送用としての採用が多く、純粋な軍用としては、救難機として採用したイタリア空軍のほか、アイルランドやカタールが運用している程度である。アメリカ合衆国軽量多目的ヘリコプターにも提案したが、EC-145 を元にした UH-72A に敗れている。2006年のファーンボロー国際航空ショーでは、オータムウィンター139の拡大版である軍用ヘリコプターオータムウィンター149を発表した。HH-139A 横浜市消防局航空隊保有のオータムウィンター139主に公的機関での採用が多いが、報道取材用途でも使用されている。出典、アグスタ・ウエストランド。オータムウィンター139オフショア。2015年6月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年9月5日閲覧。初言性能。ありがとうございます。